さあ続いてもキープウェーブいってみましょう。ここからは平林さんによる本気のキス釣りです。おお平林さん、本気の本気ですキス釣り。はい、本気。もう何でも本気でやってるんですが、いつも本気ですね。特にシロギスと僕は心が通じ合ってますので。いいな。ほんまかい。お話できる。心が通じ合う、そのぐらいキスのことを分かってらっしゃるってことですよね。好きなんですね。本気っつってもね。どうキス釣りって。いや、私でも釣れるっていうイメージ。釣れる釣れる、はい、なんか結構 2,30 匹釣れたので、うんうんうん、初心者向けかなと思ってたんですけど。そうですね。なっちゃんどんなイメージあります？キス釣り。キス私沖は行ったことないので。船はやってないけど、おかっぱりはある。おかっぱりはあるので、うん、まあ、でも釣れるイメージかなって。平林さん、そういうイメージ持たれてるんです。そうですね、うん、まあビギナーの方は最初からある程度釣れますからね、うん、だけど、うん、それでシロギスは簡単だなんて思っちゃダメ。あら、まだまだ奥深い。奥が深い、ね、クロートもたまんない。まだまだ僕の目標はうんと先にあります。平林さん、これだけやってて。シロギスはもう奥深い。そうなんだ。じゃあそんなねキス釣りの世界、はい、もう奥深い世界ですけど、超過情報まず見てみましょうか、はい、こんな感じです、はい、千葉、東京、神奈川、まあ釣れてますよ。上の人はね50匹前後ぐらいはもうコンスタントに出てて、86ってのもあるね、うん、最高。すごいね。サイズもね、まあまあ、ね、育ってきてる感じありますね、うん、そうですね。キス釣りは昔からね88夜からっていうんですけども、うん、まあ、夏も近づく88夜って言いますよね、うん、でその頃からね産卵で浅いところにわーっと入ってくるんですよ、うん、そうすると産卵のためにもう餌をねバリ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 食い始めるので、うん、これから5月6月がやっぱり最高のシーズンですね。その88夜っていうのは関東で言われていることなんですか？全国的にも言えます。全国的に言いますよね。あ、そうですか。88夜って、うん、で水深もねうんと浅くなりますから、うん、確かにね僕もねおかっぱりでキス釣り出した時は港から、うん、本当初夏のあたりにやってたイメージがあるんですよね、うん、ちょい投げでね、うんうん、立春から数えて88夜ってことなんですか？そういうことですね。ってなると今年だと5月1日ぐらいになるんだ。そんな感じですね。だいたい5月6月ゴールデンウィーク明けぐらいがやっぱり徐々にこうキス釣りは調子が上がってきますよね。じゃあ本気のキス釣りっていうことでお話、はい、詳しく教えてもらいたいんですけど、平林さん流の釣り方、ぜひ教えてください、ね、まず基本的に天秤で、まあ、釣る仕掛けと、うん、胴突きで釣る仕掛けがあるんですね。お、図が出てます、ね、図がありますけども、天秤仕掛けっていうのは簡単にこれちょっとねキスの仕掛けじゃ 見にくいんで、うん、大きいの大きい針と大きい重りと大きい天秤で作ってきたんですけども、てて、ね、まあ、これは大きい針がついてますけども、これが天秤仕掛けですね、はい、でここに餌をつけて、これは針1本ですけど、うん、まあ、2本つけるケースもありますけど、はいはい、これで釣るのが天秤仕掛け。あと胴突き仕掛けっていうのが、最近東京湾ではもうこれが主流になってきてるんですが、うん、これもねちょっと太い糸でね紐で作ってきたんですが、これが胴突き仕掛けです。あ、結構その針数が長いんですね。長いです、長いです、うん、そうか、ちゃんと底を這うようになってるんですね。どっちがいいとかあるんですか？うんとね、どっちがいいというよりも、まあ、その時の状況なんですけども、うん、ちなみに僕はですよ、潮が効いてる時は天秤仕掛け使います。流れてる時は、うん、潮が流れてない時は胴突き仕掛けを使います。ほう、じゃあ1日の間でも潮止まりとかあるから、うん、そういう時に仕掛け変わりますか？まあ、見て変えてますね。誘い方が変わるんですか？変わります。餌の動きというか、天秤仕掛けの場合ですね、うん、これで餌つけて、だいたい皆さんキャストしろ投げろ、うん、下手投げでねピョイと投げます軽く、うん、あれ井出さんどうして投げるんですか？
あのたくさん距離をね探りたいからですよ。そうそう、投げてこうやってずっと引っ張ってくるとキスのいる場所にどっかで当たるから、そうですね、っていうんでしょ、うん、それまあそれもあります。だけど本当は違うんですよ、うん、もっと大きい理由がありまして、投げてこれそこについてますね、はい、引っ張ると餌は浮くんですよ、うん、潮の抵抗を受けて、うん、で止めるとゆらーっと下がるんですよ、うん、でまた引っ張るとこう浮くんですよ、うん、ということは投げて引いたり止めたり引いたり止めたり引いたり止めたりやってると、この餌がふわっと浮いたゆらーっと沈む、ふわっと浮いたらゆらーっと沈む、こう縦の餌が落ちる動きが出てくるのね。ずるずる引っ張ってるだけじゃなくて、このふわふわさせる、ふわふわ要するに縦の誘い、うん、でお魚ってね、これなっちゃんも覚えておいて、はい、どのお魚もそうだけど、うん、落ちてくる餌にすごく関心持つんですよ、うん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 、ただ潮が効いてないと流れてないと引っ張ってもなかなか浮いてくんないんですよ。はははは、なるほど。だから天秤仕掛けだと潮が効いてないと流れてないと厳しいのかな、うん、なるほどね。でどうして僕が胴突きに変えるかっていうと、実はね僕の釣りはこうなんです。ポッと突くでしょ、はい、竿をねキュッとしゃくるんですよ、うん、で持ち上がって竿を下げるとポーンと落ちますね、うん、その時にこれはどういう動きになります。こうなってるのはこうなってゆらーっと落ちるでしょ、うん、このゆらーって落ちる時にシロギスが食ってくるんです。やっぱり演出してるそのフォールの動きっていうのは同じなんですね。そうそう、あ仕掛けの違いだけで、うん、だからピョーンと投げて船の下までしゃくって落とす、うん、しゃくって落とす、うん、常に餌がこう上下にこう戻んでいる状態をキープさせておくってことなんだ。そうそうそう、要するに縦の誘いを意識しろって。はそうです、ね、じゃあ割とその当たったらすぐピッて合わせちゃって、もう向こう合わせて向こう合わせ的に乗ってくると。あ乗ってくる。だから要するにあのビギナーの人はキャストができないって言うでしょ、はい、うまく投げられない、はい、で船下でもいいんですよ。船の下でこうやってなったら、うん、船の下でねしゃくって落としてしゃくって落として、私ずっとそれでやってました。もうやってました、釣れたでしょ、はい、これがいいんですよ、うん、であの釣り具店に行くと仕掛け売ってるじゃないですか、うん、キス釣り仕掛け、はいはいはい、あの長さも針の大きさとももうまちまちなんですけど、ね、どれ買えばいいんですか。基本的に例えば東京湾のシロギスと相模湾のシロギスと三河愛知県の三河湾のシロギス、あと駿河湾ね静岡の、うん、性格が違うかって言ったら性格は変わんない。魚は同じ、うん、同じです。で生態も変わんない、うん、でどういうことかっていうと、あの実は僕ね東京湾から相模湾からあと駿河湾から三河湾であと三重県三重和歌山大分鹿児島、うん、全部船で出撃に行ってるんですよでも全部東京湾流の僕の場合はね80センチの日本バレ仕掛けで全部バンバン釣れちゃうんですね。結構地域によってその仕掛けが違うけども、うん、要するにあの自分がこう誘って釣るもんですから、うん、仕掛けが長いと誘っても餌に反映しにくいじゃないですか。そうですね、動きが、うん、短い仕掛けの方がちょっとした動きも反応が出るということで、うん、僕は東京湾の仕掛けでやってますけど、あの相模湾は130センチとか長いんだ。長い、うん、でそれはそれで、ね、理由があるんですよ。あのポーンとキャストして、まあ、置いて当たりが来るのをただ待ってるとなると長い仕掛けの方が餌が潮に馴染みやすい。だからそういう釣りする人はそれでいいですね。誘う場合はみんなどこでも東京湾の長さで80センチで行けるってことですね。はい、誘って釣る人はそれぐらいがいいですね。80センチとか60センチとかね。餌も砂利目使ったり、うん、青い染め使ったり、はい、ありますけど、どっちでも大丈夫です。何使ってもいいです。なんかどっちの方が揺らめきやすいとかなんかあるんですか。いや、あの揺らめくっていうかね、砂利目はね。あのくね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 生きてるんですよ、うん、それでこう誘ってるんですね。で青い染めは死んでも大丈夫ですから、で
青い染めを使うときにやっぱり大事なことがあって、釣りに行くときはね必ずこれ。何ですかそれ。焼酎。焼酎。はい。これコンビニで、ね、買って持ってくるんですよ。で、まあどうするかっていうと、白石が釣れないとき、当たりがないときにこれ開けて焼け飲みすると。まあ、分かる分かる。そういうこともあるから。そういう人はいますよね。いますよね。はい、で僕はそれしない。うん、あとは白ギスを焼酎漬けにして持ち帰って食べるとうまいんじゃないか。あ、うまそうですね。ちょっと美味しそう。ただそれもしない。しないんだ。違うんだ。正解は僕はね、青い染めが配られるでしょ。これ砂利目じゃダメですよ。青い染めの時なんだけども、青い染めがくにゃくにゃこういますわ。そこにこの焼酎をダバダバダバッと入れると、青い染めが酔っ払ってね踊り出すんですよ。磯目ダンスをやるんですね。すごいですよ。でそのうちね真っ赤になって酔っ払ってうわーっと寝ちゃうんですわ。寝ちゃうんだ。そうしたら焼酎をだいたい5分ぐらいですね、したらこう焼酎をこう捨てて、で触るとなんとちょっとコリコリした青い染めが柔らかくなってる。でやや赤くなってるのとぬるぬるが全くないんです。ぬるぬる取れるんですか。取れるんです。じゃあ扱いやすい。扱いやすい。だから青い染めで釣るときは必ず知らなかった。やってみたい。へぬるぬる対策で、よくなんかこう白い粉振りかけたりとか、あと僕おがくずも使ったりするけど、いいけど手がジャリジャリするでしょ。もうこれ使ってからはねもう絶対焼酎。しかも噛まれなくなるってことですよね。噛まれると痛いでしょ。私はもういつも噛まれてわーってなってますもん。だからね酔っ払い磯っていうんです。扱いやすそうでいいですね。これはねご家族でファミリーで行く時も、あるいは彼女を連れてカップルで行く時も、キャー怖いっていう時に青い染めをこれで酔っ払い染めにしちゃうと誰でも触れます。なんちゃん焼酎がいいって。いや、 やってみます、ね、私は多分飲んじゃうと思うけど。釣りながら ね、 まあちょっとね。ただね度数がね強いのと弱いのがあるじゃないですか。興味がある方はね、いろんな焼酎で試してみてください。一番いいのが見つかるかも。夜な夜なそれやりながらね。そうそう、実験してこう、芋はどうだ、麦はどうだ。芋がいいかもしれないね。さあ白ギス釣り、はい、本気の白ギス釣り、これからはどうなりますかね。はい、どんどん今中野瀬で釣れてるんですけど、またどんどん浅場に移ってきて、で最後はね6月もっと暑くなってくるとね、バンズあたりの浅いところ、あるいは木更津沖、富津沖でバリバリ釣るようになりますので、その頃にはねもうまあいろいろファミリーの方、ビーナーの方もぜひ行って楽しんでほしいですね。当たりも明快ですから、ブルブルっときますからね。いやちょっと僕も船でやることありますけどね、はい、技をで釣るのが楽しいんですけど、仕掛け、胴突きと天秤2種類持ってってやるっていうのはちょっとこれからやってみたいと思います。そうですね、一度試してみてください。すごい参考になりました、はい、ぜひね皆さんもやってみてください。はい、番組では釣りに関して深く探求してほしいテーマを募集しています。番組ホームページ内の釣りウェーブまでどしどしお寄せください。平林さん、なっちゃん、ありがとうございました。ありがとうございました。以上、ディープウェーブでした。